これからも応援しています。シーツさん、騎士ありがとう。これからのSOLiVEが盛り上がるように自分も頑張ります。そうね、今後もよろしくお願いします。関係1周年さん、旅立つキッシーに今までありがとう、笑顔を送りますと。ありがとうございます。白うさぎさん、騎士6年間ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。私もリポーター6年です。これからも頑張っと。ありがとうございます。白うさぎさんも今後もよろしくお願いします。組奥太郎さん、春は旅立つの季節、卒業しても空友です。騎士のこと忘れないよ、今までありがとねと。忘れないでください。もう一生忘れないでくださいね。続いて、ヒロさん、6年間ありがとう。騎士またいつか。はい。おはらはんさん、シーワゲンお元気で。はなやんさん、初めて見たキャスターが騎士でした。これからも応援していますと。ありがとうございます。ゆりずもうさん、またね、元気でねと。はい。もまさん、かわいい、体に気をつけてねと。キッシーのマイペースが好きですと。ありがとうございます。はい。イエローパーカーさん、ずっと応援しています。頑張ってねと。ありがとうございます。トントロさん、キッシー、これからもお元気でお過ごしくださいといただきました。マサヤンさん、太陽のように明るく、雲のように自由で、雨のように心を潤してくれた騎士ありがとう、頑張れと。素敵な表現ですね。ありがとうございます。データ男さん、おはてんから3344日、SOLiVE の MC 全1409回、たくさん思い出ありがとうと。ありがとうございます。すごい。1409回、すごい。そっか、データ男さんさすがです。ふなばてぃさん、Thank you so long、ありがとうございます。なるさん、おはてんからたくさんの笑顔ありがとう。新しい世界でも応援に羽ばたいてくださいねと。そうですね、ちょっと頑張ります。タムタクさん、予報センターの皆さん、本当にありがとう。私のことは書いてなかったかな。いや、言っておきますね。ありがとうございます。ドックさん、キッシーありがとうございました。空弓散歩やセミナーは楽しい思い出です。いただいた名刺はお宝です。これからも奈良の方で頑張ってねと。ありがとうございます。ドックさん、覚えてますよ。たくさんお話しいただいてありがとうございました。嬉しいな。あんな名刺でもねえ、宝だって言ってくれるなんて。ゆうさん、ともかく感謝ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。決心に幸あれと。まるさん、これからも頑張ってくださいね。しらせで握手していただきましたね。素敵な思い出です。ありがとうございます。知らせか、懐かしいですね。ユリエムさん、落ち着いた話し方が大好きです。またねと。ありがとうございます。水ハンジャーさん、卒業試験ようこそ金曜日。これはちょっと次のねキャスターがやってくれると思います。グリーンさん、たまには振り返ってもいいんだよと。すごいってきてるけど、たまには振り返ってもね。そうですね。パトラッシュさん、ありがとう。こちらこそ。カシンさん、次の職場でも明るく楽しく真剣にと。ありがとうございます。そうですね。野良くじさん、空白とかには戻ってきてね。グッドラックキッシー。空白も確かに客観的に行ってみたいよね。山を夢に向かって頑張ってと。竹丸ちゃんさん、ゆりかちゃんを初めて見たのはモーニングなんだよね。バシさんとライブで弾けたよね。これからも弾けてねと。はい。ほどほどに。続いて、これまささん、感謝リポート続けてください。みんなさらでつながっていると。はい、頑張ります。ありがとうございます。高弘さん、ケッシー頑張ってね、空でつながっています、ありがとうといただきました。ありがとうございます。みどりさん、ケッシー6年間お疲れ様、そしてありがとう、これからも頑張ってください。かわいい絵ありがとうございます。うわ、めっちゃ来てるな。ユーロさん、いつもとても楽しかったです、旅立ちは寂しいけどご活躍はお祈りしていますと。コーヒーね、ありましたね、夏祭りの時かな。ありがとうございます。ガムさん、これからも明るく楽しくありがとうと。たまちゃんさん、長い間ありがとうございました。向こうでも頑張って。岸ペンは連れて行かないでと置いておきます。岸ペンはソライブのキャラにしてください。シマロンさん、6年間お疲れ様でした。新しいところでの活躍を期待しています。シカトークや P のくだりが印象に残っています。本当にありがとうございました。モンチータツノシさん、長いことお疲れさん。さよならは言わないよと。さよならがないです。電波さん、寂しくなったら千葉まで迎えに遊びに来てね。6年間千葉ではお疲れ様でした。関西でも頑張ってと。ライタンさん、それではまた大和郡山で。ありがとうございます。地元の方ですね。はい。東海ゴジラさん、大阪のシェアライブで会えて話せてサインもらえて嬉しかったよ。ガラケーでコハテンアップデートの頃から見ていました。一番リポートを採用されたのもキッシーでした。これからも頑張ってねと。ありがとうございます。ためにしきさん、おお、うまい宇野沢さん、ケッシーにはソラキャンバスで全然受けなくて試行錯誤の日々でした、すいません。でもこれは少し受けたかな、笑ってもらえて嬉しかったです、ありがとう、お元気でと。笑いました、ありがとうございます。スムチンさん、ソライブ中継待ってます、頑張ってね、ソラハクも来てねと。はい、小芋さん、おはてんから約9年間幕張でのご活躍を誇りにして、また関西で頑張ってください。お疲れ様、そしてありがとう。奈良公園の鹿が待ってるよ。鹿ちゃん待ってるかなありがとうございます。 E さん、長い間お疲れ様と。コメさん、かわいい。竹山ダンディさん、これからも頑張ってね、岸予報士さんと。ありがとうございます。黒猫太郎さん、キッシー6年間お疲れ様でした。同じ関西なのでまたお会いできると思います。これからも頑張ってください。ワップさん、6年間お疲れ様でした。次のステージも頑張ってください。応援しています。ナツレイさん、岸間さん素敵な笑顔ありがとう。ミュウさん、新たなステージでも変わらぬキッシーでこれからも応援します。ホワイトナッツさん、6年間ほんまにお疲れ様でした。関西で新生活となるということ、良いきっかけが切れることを祈っています。つながっている空にと。かわいいキスペン。マイルドセブンライトさん、お元気でと。埼玉北の果てさん、別に寂しくないんだからね。かわいい。ありがとうございます。そうしさん、なんだろう、鶴かしら。鶴と富士山かしら。シエスタさん、お疲れ様でした。今までありがとうと。TSI さん、6年間ありがとう、お疲れ様です。新天地でも頑張って。頑張ります。阿部丸さん、祝、かわいい。こういう書き方もいいですね。センスがあって。究極紅茶ポーさん、全身あるのみ、キッシー今までありがとう、ありがとうございます。おーちゃんさん、新たなステージ、フレフレイ。ありがとうございます。オリバーさん、好きです。これからも頑張ってください。ゆりちゅうみも好きですだって言っておきますライチョウウィンターさん、感謝ありがとう。野球少年さん、人生はまだ序盤。おお、これからのキッシーに幸多からんことを。ありがとうございます。勝ってる私。しのぶさん、ありがとうキッシー、これからも頑張ってくださいと。ありがとうございます。大和ジライナーさん、キッシーお疲れ様、今後のご活躍をお祈り申し上げますと。としやんさん、お疲れ様でしたといただいてます。長門の男さん、キッシーお疲れ様でした、また会いましょうと。ラブラブさん、さよならじゃないよ、同じ空でつながってるもん、また会えるからまたね。かわいい、これ私、うまい、これ私、うんうんめっちゃうまいありがとうございます。すごいな、ちょっと岸、いつもいつまでもサラ友だよ、ありがとう。白草さん、岸とお話できたのは去年1月のシェアライブでした。ソライブでやばしさんとのライブが楽しかったです。これからも頑張って。ありがとうございます。源氏さん、岸お疲れ様でした。おー、かっこいい、ありがとうございます。和太鼓ね、やりましたね。ひかるさん、新しい場所へ行っても体には気をつけて頑張ってください。嵐を読む男さん、ご安康を祈ると。ほう。スキーヤさん、6年という長い間ソライブを支え楽しませてもらいありがとうございました。キッシーならどんなフィールドでもご活躍できると思います。センキューキッシー、ありがとうございます。カラスさん、今までありがとう、これからも頑張れ。頑張ります。猫耳さん、やっぱり祝ってやるおつおつさん、楽しい日々とキッシーに感謝、ありがとう。加藤ちゃんさん、さよならは言わない、じゃあね、じゃあねくちゃららさん、かわいい、おいらソライブで頑張るよ、たまにはソライブにゲストで出てね、ほんなまたね。かわいい、ありがとうございます。くちゃららさんもかわいいキシペにしていただいてありがとうございます。カンパネラさん、あ、かわいい、これもなんかシュールシーアゲン、うん、キシーらしく頑張って、いつでもソライブで待ってるよ。しおさん、ありがとうございます。きみちゃんさん、ありがとうありがとう、キシーの未来に幸あれ。うん、七七さん、これから右肩上がり頑張って。はるみそさん、まだソライブです、短い間、あ、まだソライブ初心者です、短い間でしたがありがとうございます。今年の奈良マラソンまた走りに行けます、よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ってください、奈良マラソン。しわちさん、あ、そうなんだ、幕張小学校、MTG に帰ってきてね、またいつかね、戻る、いや、どうだろうあくびんさん、いってらっしゃい。キフガーラさん、新天地でも頑張ってね、6年間お疲れ様でした、でも一言じゃ表せないですと。ありがとうございます。メタキンタさん、ありがとう、笑顔で頑張って。ありがとうございます。高房さん、キッシュありがとう、これからも頑張ってください。ありがとうございます。刺身醤油さん、奈良カニ鍋食べたい。白熊さん、岸お疲れ様でした、今までありがとう。こちらこそ。あ、なるほどね、これさよならね。はーん。白ご飯、イラストを初めて描いたのが岸さん生徒、可愛いと褒められて以降イラストにはまりました。いつも、はい、ありがとうございます。レザーをやめるわけではないのでまた会う機会もあるかも。今まで4回くらい会いましたが、いつも素敵でした。特に福井セミナーです、お世話になりましたありがとうございます。いつもね、いろんなところで参加いただきました。ゲットンさん、お疲れお帰りありがとう。ブータケさん、今後もキシーらしく頑張ってください。エノデンさん、6年間ありがとう。これなんて読むのかな、今までありがとう、ありがとうございます。ウッチーさん、今までソライブお疲れ様でした、これからもファイトキッシー。トールさん、天高く、はい、しわしわさん、ありがとう。ぴゅん吉さん、キッシー今までありがとう。ワンちゃんさん、頑張っていってみよう、おお、ありがとう。じゃがいもさん、キッシー卒業お疲れ様でした、いろいろありがとう。レグミンさん、またね。くれないさん、キッシーありがとう、かわいい、キシペンもいる。エスラビットさん、流星特番の時にゲスト出演をしてほしい、あーいいですね。いやー、定員オーバーなんで。ガッチャマンさん、ソライブで、あ、ずっと見てくれてたんですね、 TVK の頃から見てくれていたっていう、ありがとうございます。人道部もさん、お天気現在伝えていただきありがとうございました、助かりました。次のステージでも頑張ってね。岡山の圭介さん、センキュー、6年間お疲れ様でした、新たな場所でもファイト。ヨヨヨさんありがとう、飛躍ありがとうございます。富士山、おお、たまに見せる土天然がツボでした。新天地でも頑張ってください。ありがとうございます。かわいい。土天然ってスペンサーさん、おはてん5期からありがとう。あ、見ていただいてたんですね。ふわふわさん、夢を叶えるために今から前へ進んでください。はい、ぼっこちゃんさん、またね。はい、以上かな。皆さん最後にたくさん応援コメントありがとうございました。たくさん参加いただきましたね。はい、また後ほどゆっくりまた見させていただきますね。はい、あれ、なんか飛ばしました。大丈夫ですかね。あ、ごめんなさい、ちょっと違うところで出てきてた。ありがとうございます。この方ね、すごいうまいんだよね。キッシーのお話で印象的だったのは三毛猫のあの子でした。他にどんな可愛い子が現れてもあの子は忘れられない、芯の強いところに共感しました。関西に行ってもお元気で。ありがとうございます。そうね、私昔三毛猫ちゃん飼ってたんですけど、他のどんな子を見てもその子より可愛い子に今まだ出会ったことないです。はい、以上です。今日はかなり変則的なイブニングになりましたね。お付き合いいただきましてありがとうございました。最後まで。では最後、お天気アイコンをお伝えします。ここで読むのも最後ですね。まずは今日この後の天気です。沖縄は雲が多いものの穏やかな天気、冷たい風が吹いて冬の体感が続きます。九州や四国はこのまま晴天が続きそうです。中国や近畿は日本海側を中心に雨や雪が降ります。外出の際は折りたたみ傘をお持ちください。東海や関東は雲が広がる時間があっても大きな天気の崩れはなさそうです。北陸は雪が降ったり止んだりします。心身どかどかと強まるタイミングもありそうです。東北や北海道も日本海側を中心に雪の降りやすい天気です。太平洋側にも時折雪雲が流れ込んでにわか雪の可能性があります。続いて明日の天気です。沖縄は日差しの届くチャンスもあって穏やかなお出かけ日和となりそうです。先島諸島では時々雨が強まり雷雨となることもあります。その他西日本は日差しが届いても次第に雲が広がってだんだんと雨が降り出します。お出かけの際雨が降っていなくても傘を忘れずにお持ちください。続いて東日本です。北陸は朝は日差しが届きますが天気は下り坂です。午後は次第に雨や雪が降りそうです。関東はお出かけを楽しめる天気です。日向では日差しのぬくもりを感じられそうです。花粉も飛びやすくなります。目薬やマスクなどで花粉症の方はしっかりと対策を行ってください。続いて北日本です。こちらは各地変わりやすい天気となりそうです。日差しも届きますが、時折雪も降ります。お出かけには折りたたみ傘があると安心です。最後に週間天気です。まずは西日本です。沖縄は天気は周期的に変わり、週末は雨が降りやすい天気です。3月に入ると寒さが緩んで季節の歩みを感じられそうです。近畿から九州は週末はすっきりしない天気です。特に山陰や近畿北部では雨が降りやすくなります。3月に入ると日差しも届き、寒さも少しずつ緩みそうです。花粉は飛びやすくなるため、しっかりと対策をしてお過ごしください。続いて北日本、東日本です。北海道でも日本海側を中心に雪が続きます。真冬の寒さとなる日が多く、まだまだマフラーや手袋が活躍しそうです。東北は日本海側を中心に雪の降る空が続きそうです。週末は低気圧が通過し、雨や雪が強まるため注意が必要です。北陸では雨や雪の日が続きそうです。積雪しているところでは落雪や路面状況の悪化にお気をつけください。関東や東海では月曜日にかけてぐずついた天気が続きますが、火曜日以降は日差しが届いて穏やかな空の日が多くなりそうです。以上、全国のお天気をお伝えしました。いや、お疲れ様でした。島さん、お疲れ様でございました。はい、お疲れ様です。どうしたんですか。待ってましたよ。あ、やっぱり根室さんが。僕は最後になりました。あ、あ、そうですか。はい、根室さん、さっき来ないって言ったのに。いや、そんなネタバラしたらね。あれじゃないですか。そんな言わないでしょ。あ、そうな、これあ、そうなんだ。そうですよ。わかりますけどね。空気はね、空気はあると思いますけど、そこはね、おう、どうですか。ということでね、木島さんがまあ今日でね、最後ということで、このSOLiVE24をこのSOLiVEイブニングを持って旅立つということでね、今キャスターさんとスタッフが写真撮りまくってて、これ僕いない方がいいんじゃないかみたいな、もう記者会見みたいな音がなんかこうやってなんでやねん。ということでね、まあ10年、もうすぐ丸10年ですかね。丸10年ですね。なりますけれども、まあここまで本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。この間もねちょっと話しましたけど、おはてんに始まり、アップデートの立ち上げ、報道気象の原稿、サポート、そして TVK での出演。からね、このSOLiVE24ということで、どんどん人が来る。なんか僕がすごい話しにくいんですけど、人多すぎてね。約もう本当に9年10年というね、長い期間このウェザーニュースで、いろいろとまあスタッフとね、一緒にチャレンジを、していただいて、今日はですね、まあ僕最後に来たのはですね、そのまあ10年間じゃないんですけどね、携わったスタッフもですね、たくさん多くてですね、まあその我々からですね、少し木島さんに感謝の気持ちをですね、お伝えしたいなと思います。さあそれではいきますかね。何？はい、ではこちらどうぞ。何？歌ってくれてる。ありましたね。みそ汁になった日。あ、サンタね。わあ、和太鼓。いつもありがとう。気遣ってくれて本当にありがとう。つながってくれて。わあ、これ昨日じゃないですか。強い人弱い。「ありがとうございます。はい、ということでね、スタッフ、キャスターさん含めてね、みんなで、少し感謝の気持ちを込めて、こういう VTR をね作らせていただきました。さあ、そしてね、最後、もう一人ね、必死に、感謝の気持ちをね、お伝えする方が、いらっしゃいますので、いらっしゃいますかね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。長い間というと6年間ということで、その間は9年間か頑張ってくれましたけども、これから新しい旅立ちということで、最後に夢を見てるやつに送りたいなと思います。ドリーミーな頑張ってください。頑張ります。野村さんありがとうございました。じゃあ最後にね、岸場さんから一言いただいて、このSOLiVE24がね、終わりにさせていただきたいと思います。はい。ちょっと泣く前が良かったな。ありがとうございます。やっぱなんかちょっとやっと実感が出てきましたね。ちょっとなんかこれ映せますかね。すごい来てくれてるんですよ。いやー、キャスターもねみんな写真撮ってくれてありがとうございます。いやいや、そうね、ちょっとあんまり一言では本当に言えないんですけど、やってきちゃいましたね、とうとうこういう瞬間が。なんかね、もう私は、千葉に来て9年なんですけど、いろんな方をこれまで見送ったりもしたんですよ。なんかこうお別れするというかね、いろいろ部署が変わったりとか、それこそ転職されたりとかいろいろありましたけど、なんか自分がこっち側に来る想像は一切したことがなかったので、なんですかね、変な感じですね。なんかそっちに私もいるんじゃないか、今そっちにいるんじゃないかっていう気分がちょっとあるんですけど、そうですね、ちょっと長くなりますけどいいですか、少し話しますね。ちょっと自分で決めたこととはいえ、ちょっとねもう取り消してしまいたいくらい今寂しいなっていう気持ちがすごくあるんですけど、一度決めたことなのでこのまま貫いて頑張りたいと思います。21歳の時でしたかね、9年前千葉県幕張に来たのは、今30なのでちょうど9年前ですよ。やっぱりね、全然もう一切社会人を経験したことがなかったですし、バイトもほとんどやったことなかったですね。なので本当に今から考えたら子供で世間知らずだったんですけど、もともとここに来たのはおは店っていう、まだスマホがない時代ですよね。携帯のサイトで1分の明日の天気を言うっていう動画番組があったんですけど、その1分を撮るのにももう四苦八苦しながら、もう1日ほぼかけてたんじゃないかな。1分の動画を撮るのに1日かけてやってたんですよ。もう本当にど素人でしたし、もう未熟でしたし、何もかもが初めてだったので、本当に宿泊したんですけど、もう今じゃね、構成なくてもなんかもう急になんかゲストポンってなんか聞いてくださいって言われることもちょっとあるんですけど当時は考えられないですよだからソライブに来てなんかもういきなりソライブやるメンバーとか今いるんですけど、すごいなって思いますね、そういう意味では。それぐらい本当に上がり症ですし、人見知りですし、今じゃちょっと考えられない未熟さだったんですけど、まあ、そういう意味でもここまでね温かく見守ってくださるスタッフがいて、でまあ優しくいろいろとフォローアドバイスをしていただきました。だからここまで入れたんだと思いますし、ここまで頑張ってこられたんだと思います。まずはウェザーニュースの皆さんに感謝したいと思います。で一緒にやってきた、まあ、同じ立ち位置でやってきたキャスターのみんなが今も来てくれていますけど、シェアの2人もねたくさんなかなかスタッフさんには言えないようなこともたくさん共有しましたし、まあ、困ったことも ありますしね、悩んだことももうそれは9年いたらありますよね。あったんですけど、本当にねいろいろと相談、良き相談相手でしたし、時には刺激し合って成長し合える本当に素敵な仲間でした。先輩からも受け継いできたものもあるんですけど、それは今も変わらないですね。もうSOLiVEキャスターは本当に本当に支えていただきました。頼りない先輩でしたが、いろいろ支えていただいてありがとうございました。でそうですね、最後になりましたが、チャットやリポーターの皆様、毎日毎日報告いただく方もいらっしゃいましたし、たまにですけど報告いただく方も本当にありがとうございました。チャットの方は特になんですけど、いつもね応援してくださる方、なんか本当にただただ天気を伝えたり、こちら側は本当に何もしてないと思ってるんですけど、まあ普通にお仕事をしているっていう感覚なんですけど、それを無償でこんなに応援してくれてくれる人がいるっていうのは、本当に私自身の、まあ、この一生の中でも大きな財産ですね。もう宝物になっています。宝物にしていきたいなと思います。たくさん励ましていただきましたし、元気をもらいました。ありがとうございました。はい、私も今後は誰かを応援して励まして元気を与えられる存在になりたいなと強く思っています。いろいろなところでお返ししていきますので今後もよろしくお願いします。そうですね、ソライブは終わりますけれども、私はちょっともう出演はしなくなりますけれども、関西に一応行かせていただくことになって、地元で天気のお仕事をさせていただくことになりました。大阪からソライブのことも応援していきたいなと思っています。すごい長くなって申し訳ないんですけど、小さい頃から、まあ、ウェザーニュース本当にそういう人が多いんですけど、小さい頃から地球という存在に本当に興味があって、天気が好きで空が好きで宇宙が好きで自然が好きなんですけど、やっぱり好きなことを仕事にできるっていいですね。どんなに辛いこともきっと好きだったら、頑張ってやっていけるんだと思います。だからこれからもその好きなことを触れて頑張っていければいいなと思ってます。きっと見てくれてる方やこうやってね支えてくれたスタッフさんやキャスターも含めてだと思うんですけど、きっとそういう人が多いと思うので。同じものが好きだったらきっとどこかでまたつながっていられる、また出会うことがあるかもしれないなって思っています、ここで出会えたようにね。なので今後ともどうぞよろしくお願いします。これまでSOLiVE6年間本当にありがとうございました。今後もSOLiVEどうぞよろしくお願いします。私のことも忘れないでくださいぜひ応援してください。よろしくお願いします。本当に楽しかったです。いろいろ暴走しましたけどありがとうございました。それではさよならては信じてみんなで集まって泣いたり励ましたり吹っ切れない胸に吹いてきたつむじ風迷いも消えてたね明日「諦めないきっと」何何これ何こんばんは。出れます出れます。よろしくお願いします。今日からソライブムーンは2人でよろしくお願いします。どうも。いやマイクされてますよ。マイクつけてますよ。あれ？いや今もう今キシーロスで野口さんがおかしくなっちゃったもん。今しっかり者なのに。このスタジオ全体が今ロスってます。キシーロスで。ロスですね完全にね。奈良つながりだし。地元一緒だしね。そういう意味では今日のディレクターの井上も奈良ですから、どっかでなんかやらかしますよ。あ、そうなんですね。ポカりますよ。ポカります。ということで、いや寂しいね。山口さんはもうね、一番長いんじゃないですか。そういう意味では岸と。6年。丸6年一緒ですもんね。6年ですよ。いや辛い本当に辛い。はい、ということで、ソライブムーンですね。ムーンです。今日は、じゃあ、ちょっとまだかかるかなと思って、私、出ようかなと思ったんですけど。はい、やります。やらなければいけませんね。さすがプロ意識が半端じゃないですね。いや、もう数日前までムーン2時間にならないかって話をしてたんですけれどもね。ダメだという。そういう話はね、してたんですけどね。はい、ソライブムーンはソライブムーンで、やっぱ大事ですし。岸が残してくれましたからキャスターへのメッセージをね。いや本当そうだよね。うん。でサポーターの皆さんにもね、これからもSOLiVEよろしくお願いしますということでね、お伝えいただいてますから、まあもちろんねそういうまあ木島さんをねこう応援してた方もいらっしゃると思いますし、で引き続きねSOLiVE24をまあまた応援していただくといただける方もね。多分多いと思いますんでね、そういう方々向けてですね、僕らは24時間365日まだまだやり続けなきゃいけないなとこのSOLiVE24は思っておりますんでね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？元気ですか？どうやらお知らせがあるとか。そうなんです。先ほどのですね、木島さんへの感謝の気持ちをお伝えした動画をですね、今 YouTube で公開させていただきまして。あ、見られるんですね。はい、YouTube で見ることができます。ちょっと覗いてみますか。はい。ウェザーニュースのチャンネルから覗いてみましょうか。はい。YouTube のですね、方ですね。多分このタイミングでね、まだ見れてない方もいらっしゃると思いますんで。では、YouTube 見ていきましょう。ウェザーニュースのチャンネルに動画がすでにアップされていると。あ、ありましたね。あ、これだ。岸ありがとう MV ということでね。ああ、これだ。これだ。まあ先ほど。さっき見たやつですね。そうなんです。いや本当ね、木島さんの涙は僕ほとんど見たことないですけど。そう、岸もらい泣きしちゃいましたね。木島さんがない涙を見せたの、僕は TVK で、TVK は何回かありましたけど。そうなんですか。まあやっぱりねアウェーだったんでいろいろとこう普段何とも思わないことでもやっぱりちょっとアウェーだとね心細いからっていうのもあると思いますし、根室さんに元気をもらったっていう話をさっき聞きましたよ。本当ですか？はい、番組前に。本当ですか？あらまあねそういう存在になれてればいいんですけどね。なってますよ。本当ですか？感謝してますよみんな。感謝してますよねみんな。山口さんもそう思ってるんですか？思ってます。本当ですか？今若干食い気味でしたけど。いやもうおはてん10期生はもう根室さんに支えられて頑張った木ですから。あ、その話しちゃいます？もうおはてん10期生はもう根室さんのファンクラブあったよね。今サーヤンがいる同期なんですけど。もう一人いた。そう根室さんのファンクラブとアナミクラブとなんかファンクラブがあったんですよ。これがねそのまま受け止められると語弊があるんで言っておきますけど、ネタですからね。10期生みんなどこに所属するかって話で盛り上がって。ただあれですよね堀田さんも10期生ですから。おはての10期はそれが多かったんですよね。そうなんですよ。山岸さんと堀田さんでスタートしてそこに江川さんもね。そう。入って。10期多かったんですよ。多かったっていうとちょっとあれなんです。多いんですよ。ねえ10期会もね続いてるよね。2人になってもね。2人しか出ない。2人じゃん。3人でやってたんですけど2人になりました。今10期会がついにね。はい、頑張ろうね、頑張ろうね、10期会ね、またやろうね。いや本当ね、10期そこのお果ての思い出からいくとなかなかあれなんですけど、まあそういうのもあってですね、まあ三島さんがまあSOLiVE24が始まってからでもほとんど1回だけ岸がもう本当アニメのように号泣したことがありまして、もう今だから言いますけど、 ありました。あれだあれもうみんなびっくりしちゃって、あったんですけど、あんまり言い過ぎない方がいいと思います。2010年だったかな、の空友パーティーの時に、2011だったかな、 MC をバシさんとやってね、でまあその時にこういろいろと初めてのそういうパーティーの MC ってこともあって、メイン MC っていうか2人でねずっと進行をやってたんで、でその時にまあ終わった後にまあ緊張の糸が切れてですね、まあお酒も多分入ってたんでしょうね。すごい入ってました、相当入ってましたよね。ソルティードッグが良くなかったです。ソルティードッグ良くなかったね。良くなかったね。気づいたらソルティードッグ飲んでたもんね。でまあそこでね、まあ結構こう感情のあれがバッて出たことはありましたけど、もうその時にね、僕もそれを横目にこう写真すっげえ撮ってましたけどね、キッシーのこうはーってなってるところね、まあ決して表に出せませんけど、あれは出せないね。でもまあね、それぐらいね、木島さんがその涙を見せることあんまりなかったんですけど、最後はやっぱりこうみんなのね感謝の気持ちが伝わったんじゃないかなと思います。そうですね。これだけ多くの方が今日平日ですよ。金曜のこの時間って結構なんか飲みに行ってる方も多かったりして、なんか今日もう欠席しますとか、お帰りメールで結構来たりするんですけど、これだけ多くの方が参加してくださってるって本当にね、キッシーが愛されているのが伝わってきますよね。いや本当そう。本当そう思いますよ。今日午後会社休んだ。あ、会社休んだって方いる？まあまあまあそうね。この年度末のお忙しい時にね。でも会社休んでいただいてね、本当なんか気持ちわかりますよ。私本当どうにか休みにならないかなって思いましたもんね。いや山木さん自身がね。送別会行けないんですよ私。あ、大丈夫ですよ。多分延々と続いてます。やってますかねまだね。やってますから大丈夫です。だからまあこれでねまだ一つね、木島さんにとっては一つのまあ区切りになりますけれども、このSOLiVE24としてはね、まあ仲間の旅立ちということで、まあもちろん寂しい気持ちもありながら、木島さんの活躍、今後の活躍っていうのを応援していきたいなと思っておりますのでね。はい、そしてまだまだこのSOLiVE24は続きますので、そうですね。サポーターの皆さんもね、ぜひここも引き続きこのSOLiVE24で頑張るキャスターさん、予報センター、ちょっとスタッフ応援してもらえるとね。そうですよ、もうすぐね、もう丸7年になりますからね。キッシーロスで離れていかないでください。はい、これからも応援していただければと思います。ありがとうございます。はい。ということでですね、オープニングトークはこれぐらいにしてですね、はい、一旦インターバルを入れてですね、この後仕切り直して、SOLiVEムーンという形でね、山岸さんにお届けしていただきたいなと思います。はい。はい。ということで、それでは。インターバル。じゃあここで、空ボタン開けていきましょうか。21時からの予報フィードバックに向けての空ボタン、開いていきたいと思います。朝7時のウェザーニュースの天気アイコンが当たったかどうかを伺っています。皆さんの意見をもとに今後の予報に生かしていきますので、ぜひご参加お願いします。SOLiVE24はまだまだ続きます。続きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。2月26日金曜日、ソライブムーンの時間です。山岸愛理がお送りします。よろしくお願いします。今日も日本海側ほど雨や雪が降りやすい空が続いています。各地どんな空になっているのか、皆さんからのウェザーリポートを見ていきましょう。東京都台東区コットンポットンさんからのリポートです。ありがとうございます。リズムのいいお名前ですね。本日もお疲れ様でした。南からの風が頬を撫で、薄い雲が点在するしっとり寒い夜、雲がほとんど見当たらないものの、東京湾方向の上空はうっすらと赤みを帯びた空で、オリオン座が肉眼でなんとか確認できる程度ですといただいています。ね、こちらは、ね、星がね、うっすらと見えるくらいということ